僕らの友達、サウンドハウスが、サウンドマートというサービスを始めたのをご存知だろうか。要はメルカリのパクリだが、現在サウンドハウスの不良在庫が投げ売り状態である。買ってみました。お値段2490円。レコーディングキングというメーカーの、ラップスチールギターです。11,800 円がジャンクでこのお値段。ジャンク理由は塗装かけと、ヘッド折れ。どんな折れ方しているのかと、ペグを外してみたところ、パコッと、気持ちよく折れました。いやー、まさかの完全断裂とは、この折れ方だとクランプで圧着ができません。しかし、慌てることなく別の手段を講じます。部屋に転がってたプラダンを適当な大きさに切りまして、タイトボンドをたっぷりつけて、プラダンを添え木代わりにして、自転車のタイヤチューブで固定していきます。果たして24時間後、くっつきました。びくともしません。しかしこのままでは不安なのも事実なので、溝を掘って補強材を入れます。本来ならばトリマーで綺麗に掘りたいところですが、ジグを用意するのが面倒だったのでボアビットとのみで掘りました。補強材はウォルナットの端材から切り出し、しっかり押し込んで圧着。はみ出た分をノコギリで切り取り、面出しをした後、エポキシボンドで傷を埋めていきます。前面も同様に傷消しの処理をしていきます。ペーパーで面出しをして、800番まで整えたら、サクッと黒を拭いて塗装します。塗装が乾きました。本来ならここからクリアーを拭いて磨き作業になりますが、なんかもうこれでいいんじゃね、と思い弦を張ってしまいます。ラップスチール用の弦のストックなどあるわずもないので、比較的太めのアコギ用弦を張り、オープン D でチューニングしました。はい、出来上がり。完全断裂のヘッド折れという致命的な破損だったにもかかわらず、あっけなく治ってしまいました。問題があるとすれば、私がスライドギターをほとんど弾いたことがないということくらいでしょうか。弾けないなりに頑張ってみました。